おはようございます。今日は、大人になりきれない人の特徴をね、5つね、お話しようと思うんです。1つ、自分に非があっても素直に謝罪できない。あのね、謝罪したように見える人はいるんだけど、心からね、謝罪できてないのね。こういう人はね、心の中ではね、自分は悪くないのにって思ってる人がいるの。 二番目。すぐ感情的になってね、周りを振り回すの。その周りについていく人もいっぱいいるんだけどね、困ったもんだ。三番目。自分の思い通りに行かないと不機嫌になる。だからね、これね、最初ね、仲良くしててもね、すぐね、不機嫌になるのよ。これこうした方がいいんじゃないとか言われたら命令されたくないとかね。もうね、そういう人いるのよ。だからな、困ったもんだ。 <laughs> だっぺー。でね、4番目がね、自分を守るために嘘をつく。これ、ね、嘘をつくっていうのはね、周りが嘘をついてるっていうのね。まあ自分が嘘をつくっていうか、まあそれも嘘なんだけどね。まあね、これ嘘、嘘っていうかね、あのー、この嘘っていうのはね、あのあ、私も聞いて、あの人から聞いたよっていう人いっぱいいるのよ。あなた忘れてるの <laughs> 5番目はね何だったっけ「他人の荒探しをして悪口を言いまくる」「それはダメでしょう」<laughs>「それでダメだっぺよそれそんなことしちゃだめだっぺよ」まあ大人にはねもうなってるんだけどまあねやってることはねまあ、一般的に言われてるまあ大人になりきれない特徴5つこれが5つだっぺよ <laughs> 今日も頑張るよ「今日も頑張るっぺよ今日も頑張るっぺよこの大人になりきれない人5つ5つずつはさこの人ねあ,あれなのよもうネタ切れたのよどうするっぺよ <laughs> また嘘を繰り返すんかいライブお願いね」。